私の名前はなるみ。タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。ママ友の一人にすごくお金持ちの人がいるんだ。実家がお金持ちで旦那さんもすごくお金持ちだとか。その彼女は周りを見下すことで有名で、私は関わりたくないと思ってたんだけど、そんな彼女からいきなり LINE が。本当にここの人たちはタチが悪いお猿さんですこと。ん？どうしてこんなに頭の悪い人たちがこの地球上で生きていけるのか謎ですわ。頭が悪いとかタチが悪いってどういうこと？言葉通りの意味ですけど。全く意味がわかんないし、そう思った理由を言ってくれないと。自分で頭悪いアピールしてくれてありがとう。は？本当に何言ってんの？お酒でも飲んでんの？お昼からお酒を飲むなんてそんなことするわけないでしょ。私はお嬢様なんだから。はいはい。私はね、旦那と結婚してこの町に引っ越してきて友達がたくさんできると思ってたの。なのに周りはタチが悪くて頭も悪くて友達になんかなれない。本当にがっかりしているんですのよ。ちょこちょこ出るエセお嬢様言葉は何なの？育ちがいいからあなたにはわからないんでしょうね。小さい頃からおことをしたり、テーブルマナーの講習を受けてたし、そんな選ばれし人間である私のことをあなたたちは理解できないんだろうな。どんな習い事をしてきた人かとか別に関係ないと思ってるんだけど。はい？私たちが一緒にいるのってママ友だからでしょ。友達っていうわけじゃなくて子供を通しての仲間。それが何だと言うんですの？純粋に友達になるんだったらそういうの気になるかもしれないけど。あ、勘違いしないでね。私は気にならないよ。ママ友ってカテゴリーなんだから、別にそこまで気にすることないんじゃない？ま、本当に頭が悪いお猿さんですかと。会話が成り立たないっていう意味ではあなたの方が頭が悪そうだけど。そんなこと言うなんて失礼ですわよ。あなただって私に向かってお猿さんって言ったんだから同じことでしょう。私は事実を伝えただけ。なるみさんがバツイチって聞いて、私本当にありえないなと思ったの。バツイチがそんなにおかしい？ええ、私は両親が決めた相手と結婚して絶対に間違いのない男性。仕事もしっかりしてくれるし、離婚することなんてありえない。そんなのいつどうなるかわかんないじゃん。ありえません。私の旦那が不倫するなんてことはありえないの。なるみさんの元旦那と一緒にしないでくださる？別にそういう意味で言ったんじゃないけど、赤の他人同士が家族になるってやっぱり不平不満はゼロじゃないと思うんだ。私は何もありませんわ。素晴らしい旦那様です。それならよかったね。何なのその反応。もっと悔しそうにすればいいのに。別に悔しくないから悔しい演技をする必要もない。まあ強がっちゃって本当に嫌な人。まあいいわ。なるみさんに一つ提案があるの。提案？私なるみさんだったらお猿さんの中でも一番マシだと思ってるのよ。バツイチじゃなければお友達になれたと思ってるの。だって大手企業で働いてお金持ちで住んでる場所もいいじゃない。私住んでる場所とか仕事で判断する人嫌いなんだよね。最後まで話を聞きなさい。だからあなたにチャンスをあげようと思って。いらない。そんなこと言わずに話を聞きなさいって。あなたのお子さんが喜ぶような話よ。娘が？今度一緒にホテルに行きましょうよ。高級ホテル。宿泊費は私が出すから、そこで仲良くなれればお友達にしてあげる。別に結構です。は？仲良くする人は自分で選ぶので。宿泊費は私が出すって言ってるじゃない。そこはすごくお高いところだから、私のお眼鏡にかなえば友達に。だから友達は自分で選ぶって言ってるでしょ。なんでそこまで固くなりなるの？私に気に入られたら今後の食事代や旅行費用全部出してあげるのに。自分が食べたい分や自分が行く旅行費用は自分で払う。あなたに出してもらう必要はない。でもあなたの娘さんが行きたいって言ってるのよ。は？今日私の家に遊びに来たからね。来月ここに遊びに行こうかって話したの。近くには大きな水族館や遊園地もあるし、すごく楽しそうよ。娘さんそれを見たら目をキラキラさせちゃって。なんで勝手にそんなこと言うのよ。私は良かれと思って話しただけ。かわいそうに我慢してたわ。お母さんは忙しいと思うから大丈夫だって。こんないいところたまにしか泊まれないよって言ったんだけど、私が勝手に決めちゃダメだからって。子供にそんな我慢させてもいいと思うの？卑怯なやり口だね。
お金は私が出してあげるから休みだけ取ればいいの。ねえ、悪い話じゃないでしょ。娘のためにそこに泊まりに行くのは別にいいんだけど、お金は出さなくていいから。私が招待するんだからそんな気にしないね。あなたに借りを作りたくない。はいはい、当日は私に好かれるように頑張ってね。旅行当日、なるみさん、そんなみすぼらしい格好で来るなんて何考えてるの。やっぱりバツイチ女は常識がないわね。なら帰れば。え、私の服装がどうの言うなら帰ればいいじゃん。私は自分で部屋を予約してるし。私がお金出すって言ったのに自分で予約したの。なるみさん、そんなお金ないくせに。私大手で働いてるからそれなりに貯金ある。それに婚約者の彼もお金を貯めているし。ああ、確かイケメン社長だなんだって言ってたやつね。本当にかっこいいのかしら。すごくかっこいいよ。もちろん見た目だけの話じゃなくて内面も。あっそ、とりあえずなるみさん、そんな服装じゃ入れないからね。知らないかもしれないけど、高級ホテルに行くにはパーティードレスを着ていくの。分かったら近くで買って着替えてきなさい。この嘘つき女。え、私に恥をかかせようと思ってお友達をたくさん呼んだんだね。無駄な努力ご苦労様。何言ってんの、別にそんなこと考えてないし、お友達なんて呼んでないけど。情報通のママさんがいて調べてくれたんだよ。あなた今日自分の友達を呼んで私を笑い者にするつもりだったんでしょ。違うわ、何か誤解があるみたい。庶民はこんな感じよ。とてもじゃないけど友達になれないとか笑い話にして、自分がいかに選ばれた人間かって優越感に浸りたかったんだね。本当に小さい女。私のどこが小さいのよ。私は選ばれし人間で、旦那もイケメンでお金持ちで、実家もお金持ちだからお金に苦労したことなんか一度もなくて。だからこそ大切なものが何も見えてないんだね。はあ？お金のつながりがなくてもできる友達、お金がなくてもちょっとしたことで幸せを感じれたり。そんなの貧乏人が考える妄想よ。なるみ？あ、やっぱりみっちゃんだ。は？そんな気がしてたんだけど、まさかみっちゃんだったなんて。うわー、本当に久しぶり、会いたかった。なになに、誰？このホテルのオーナー、私の旧友なんだ。え？名前を見てまさかと思ってたんだけど、本当にそうだったなんて。社会人になってから携帯水没させて連絡先全部消えちゃったんだよね。なるみに会いたかった。ほんと久しぶりだよね。同窓会にも来なかったし。仕事が忙しくてなかなかね。オーナーと知り合いだったの？あ、成田様、いつもご利用ありがとうございます。本日もいつもの部屋をご準備していますので。ええ、いつも本当に最高よ、ありがとう。でもその服装は？実は今日は私お休みをいただいていて、ここに遊びに来たんです。どこまでも自分のホテルが好きなんだね。従業員は気を使うと思うから部屋だけ借りてるんだ。家族とここに来るのが楽しみでさ。そうなんだ。ねえ、よかったらちょっと時間ある時に話さない？もちろん話したい。こんな貧乏人と仲良くしちゃダメよ。はい？この人バツイチなんだから仲良くしたらあなたの格が下がる。どういう意味ですか？この人私のことが嫌いみたいなんだ。バツイチだからだって。私と話しましょうよ。そんな貧乏人と話さずに楽しいお話聞かせてあげる。友達も呼んでるから。結構です。え、前から気になってたんですけど、本当にお金に物を言わせるタイプなんですね。がっかりです。え、ここ私が所有しているホテルなので、もう次からは出禁にしますね。なんで？私はいろんな人にこのホテルを使ってほしいと思ってるんですけど、あなたみたいに人を見下し恥をかかせるためにこのホテルを使われるのは不快です。他のお客様の安心安全を脅かす恐れがある人物だと取れますし、旅館業法の風紀を乱す行為をする恐れがあるに当てはまりますので、宿泊拒否をすることができます。全部話しちゃった。ついでにあなたの LINE 見せた。なんですって？それでは今回が最後のお泊まりになると思うので楽しんでください。ちょっと待ってよ、友達も見てるのよこの LINE。ちょっと聞いてるの？ねえ、なるみ、部屋まで案内するから一緒に行こう。うん。ゆりとひまわりとみずなの LINE。 さて、私たちも部屋に行きましょうか。こんなにいいホテルなかなか来ないもんね。食事も美味しそう。え、もしかして二人も泊まりに来てるの？はい。なるみさんのお子さんと私たちの子供すごく仲いいですからね。あ、もちろん私たち三人も仲いいですけどね。私はなるみさん家族との旅行でもよかったのに、なんであなたまでついてくるんですか？
なるみさんが誘ってくれたんだからいいじゃん。そうやってすぐ私をのけものにしようとするんだから。最近3人セットみたいに思われてるじゃないですか。私はなるみさんと2人で好き好きチュッチュラブラブしたいのに。私がいなくても好き好きラブラブチュッチュはできないよ。にらんでも怖くないんだからね。貧乏人のあんたたちがなんでここに泊まれるの。もしかしてオーナーがなるみさんの知り合いだからってお金を出させたの。これだから貧乏人は嫌なのよ。何を言っているんですか。全額自腹です。嘘よ。子供も旦那も連れてきてそんなお金払えるはずないでしょ。ユリは裏施設を経営しているのでその収益がすご。なんでもないです。やっぱり秘密です。今さら秘密にしたところで一緒です。それにこの人は今後消すので別にバレても問題ありません。なんだ消すってどういうこと。それに裏施設って。私はなるみさんのことが大好きなんです。だからなるみさんに迷惑をかけた人のことを調べ尽くします。迷惑をかけなくてもなるみさんと少しでも関わったら24時間365日監視。なるみさんに迷惑をかけた途端その首を借りに行くから気をつけてくださいね。でも首を借り取られる寸前なので遅いか。借り取る？あ、やば。今さっきの話どういうことって友達がドン引きしてる。このホテルにもう泊まっちゃいけないとか言ってたけどどういうことって。自信満々にバカにしようと思って呼んだのに恥をかいたのはあなたの方だなんて笑えますね。全然笑えない。なるみさんに恥をかかせようとするからですよ。私は選ばれた人間なのよ。たまにやってるエセお嬢様口調みんなバカにしてますよ。え？なんなんですわーとかいつも言わないのに私たちをバカにしたり見下す時だけ使ってすごく変ですもん。私は本当にお金持ちで選ばれた人間なの。あなたたちにバカにされる筋合いなんてない。あなたがやってきた悪事全部ご両親にお伝えしています。悪事？ママ友を見下しバカにしたりその子供にも嫌味を言ったり証拠映像や LINE は全部見せています。なんでそんなもの。だから調べ尽くすって言ったじゃないですか。まさか。でも自分たちの育て方が悪かったんだと反省していましたよ。今後あなたを助けたりすることはないそうです。別にもうお父さんお母さんなんて関係ない。家を出て私の家庭があるんだから別に。旦那さん浮気してて離婚するって言ってましたよ。ん？心から愛した女性が前からいてその人とやり直したいから離婚すると。離婚？嘘よ。だって私たちは愛し合ってて。あなたと結婚する前から心から好きな人がいたんです。ひまわりは浮気とは言いましたが別に体の関係はありません。体の浮気と心の浮気どっちがきついんでしょうね。つまり私と一緒にいながら心の中ではその人を思ってたってこと？そんなの裏切りじゃない。あなたは旦那さんに満足してたかもしれませんが旦那さんは満足してなかったんですね。嘘嘘嘘嘘。そんな嘘つかないで。私の幸せな結婚生活を。自分の幸せばかり考えて相手の幸せを考えないからそうなるんです。でも子供だって。あなたのお子さんだってちゃんと面倒見ず好き勝手してるから問題児ですしね。問題児？お母さんの真似してるんでしょうね。周りを見下して友達なんかいません。あと旦那さんに強く当たってるんですか。娘さん旦那さんのことも見下してますよ。男なんてダメよが口癖なんてませた子ですね。嘘。本当に？私の前ではすごくいい子で天使なのに。旦那様はそんな娘さんと一緒にいることも苦痛でしょうがないみたいです。まるであなたを小さくしたみたいだと。私は愛しているのよあなた。残念でしたね。ご両親にも頼れないのでこれからは自分で働いてください。私が働くなんて嫌よ。裏の施設に連れて行くの？はい。そして最後はボロボロの布雑巾のように捨てます。いや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 。あ、発狂した。あなたは今回の旅行費用どうしたんですか？結構な額だったと思うんですけど。旦那とね、ボートレースっていうのを一度だけやってみようって話になって、よくわかんないけど、二人で人気ない人がかわいそうだからってそこにかけたの。そしたらまさかの1位になっちゃってさ、もう臨時収入だよ。はぁ、あなたの運はとことん私の邪魔をするようですね。なるみさんと久しぶりにイチャイチャチュチュ計画が。その後、
水野さんはホテルではお友達さんからすごく冷めた目で見られたんだってさ。やっぱりお金だけでつながってる友達なんて離れていくのは一瞬だよね。お気に入りのホテルにはもう泊まれなくなっちゃったし。って言ってもお金がないからもう泊まることはできないか。ああと表社会には帰ってこないから泊まることはどちらにしようできないか。あのあとすぐ旦那さんと離婚して、子供はご両親が面倒を見てくれることに、ご両親の元で間違った考え方を正してもらえるといいね。彼女は結局自分で働くのは嫌だとかダダをこねててさ、ユリがそのまま連れて行ったよ。最初は失恋のショックで使い物にならなかったみたいだけど、その後荒療治で現実世界に戻したって。そして今やってる仕事は人の肌を剥く仕事。最初は嫌だ、私がこんなことできるわけないですわとか言ってたらしいけど、それをしないと自分の肌をって言われて失神しそうになりながら頑張ってるんだって。初めての仕事がそんな大変なものになるなんて、彼女も人生一気にハードモードだね。まあユリに目をつけられたら終わりだから。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。